エルンスト・フォン・ザクセンイコールマイ人間は、ザクセンイコールマイ人間科科長。軍人、画家。異ーな大学より、哲学の名誉博士号を贈られている。ザクセンイコールマイ人間公、ゲオルク二世と、その二番目の日のホーエンドウエランゲンブルク高女、フェオドラの間に長男として生まれた。父にとっては、実質的な次男であった。1882年から、 ポツダム騎兵として軍役に就いた。1884年からミュンヘンで軍務の合間に絵画を学び始め、1885年に名誉士官となると画家としてのキャリアをスタートさせた。この頃、マイ人間やミュンヘン、ブレーメン、オランダで、フランツ・フォン・レンバッハや、アドルフ・フォン・ヒル・デブラント、アルトゥール・フィッカーなど、当時の著名な画家と交友を持ち、指導も受けている。 1892年9月20日、ミュンヘンで、詩人ビルヘルム・イエンゼンの娘であるカタリーナと結婚した。結婚に際して、カタリーナは、シュート・ゲオルク2世より、ザールフェルト男爵夫人の称号を与えられた。帰戦結婚をしたにもかかわらず、エルンストは、ザクセンイコールマイ人間公爵くらいの継承権を剥奪されなかった。ただし、 カタリーナとの間に生まれた6人の子供たちは、母親と同じザールフェルト男爵の身分のままであり、公爵化の継承権は与えられなかった。第1次世界大戦では1914年8月8日には、イ人間の第2中林元第32、不評連隊の名誉中佐として、西部戦線に向かった。1915年には、チロルのアルプス軍団第2両兵連隊の司令官となった。 会社に昇進した後、1916年初頭に、連隊と共に、ベルダンに転戦した。同年8月には、第43不評旅団、1918年11月1日に、第22不評旅団を引き継いで指揮している。第一次世界大戦には、長男ゲオルクと、次男エルンストも出征しており、エルンストは1915年、ゲオルクは1916年に戦死している。 1918年11月10日のイボアニ、ベルンハルト三世人の退位に際しては、1918年11月12日に、マイ人間衆議会での行為放棄宣言に、行為継承者として署名した。1928年、最後の作戦イコールマイ人間校であった、イボアニベルンハルト三世が死去すると、エルンストが課長位を継いだ。1941年に、 エルンストがアルテンシュタイン城で死去すると、老いのゲオルクが課長となった。毎人間劇場の左右のレリーフはエルンストが制作した。右はタレア、左はメルポメネーである毛皮をまとい肘掛けイスに座した、ゲオルク二世の肖像をエルンストは火災に恵まれており、父ゲオルク二世のお気に入りで、しばしば父を描いた。エルンストは自分自身を王子にして画家と呼び、 巷では、画家王子と呼ばれていた。エルンストは主に家族や芸術家、実業家の肖像画を描いたが、コモコハンのビラカルロッタには、壁画2点を残している。また、毎人間劇場の新築にあたっては、芸術デザインを担当した。このほか、イエーナ大学の新校舎落成にあたってはそれに飾る絵画を多数制作しており、同大学から送られた名誉学位は、 その返例である。マイニンガー・オーバーラントの工業製品のデザインや、マイニ人間公尺簿の設計にも影響を与えた。妻カタリーナとの間に五難一条を設けた。ジェシドリーチ・ランデス・クンデイ、マイニンガー・ヘマト・クランガー104-1、マイニンガー・ミディ・インガス・ヨ・シャフト2012、グスター・ベアドルフ・アートマン、ビル・ヘルム・ジェンセン、ザイン・レーベン・ウント・ディシュトン、ビーイルシャー、1907、 S98 S スタールジウィターハット AB ジェシドリーチランデスクンデイマイニンガーヘマトクランガー104三マイニンガーミディンガスヨシャフト2012ジェシドリーチランデスクンデイマイニンガーヘマトクランガー104二マイニンガーミディンガスヨシャフト2012ありがとうございます